保護者の端末から遠隔操作する方法をご説明します。お子様にもしもの出来事が起きた際、緊急連絡先に登録した電話番号からいくつかの遠隔操作が可能です。これらの操作が実行できます。それでは実際にやってみましょう。保護者の端末から鳴らすと入力してメッセージを送信すると、自動でお子様の端末がアラームを鳴動させます。ロックと入力して送信すると、メモリーの5が再起動してロックがかかり操作ができなくなります。解除するにはロック解除と入力して送信します。マナー解除と入力して送信すると、マナーモード解除することができます。自動応答オンと入力して送信すると、遠隔操作で自動的に着信自動応答設定がオンになります。着信自動応答設定とは、お子様が電話に出ない時でも着信に自動で応答して周囲の状況を確認できる機能です。着信自動応答設定の方法は、お子様が電話に応答しなかった際の出ない時ガイドからも確認可能です。